神や、青柳こうよ、神や、神すぎるやろこのピッチャー、青柳はー、これが虎のエースやね。あー、どっかの阪神のエースとは違ってな、援護隊ももらっても吐き出さずに、しっかり最後までゼロとされたわ。素晴らしいピッチングや、青柳はー。一眼レフ系感染女子、8割顔で教えられる。どうも、虎山です。はい、虎山です。内野ゴロの山、17個の内野ゴロ。わ、どんだけやーなー。さすがのピッチングや。プロ二度目の完封で。神や、神や。そんな青柳さん取ってきた、目つけた、金本さん、神や。素晴らしい兄貴、兄貴のおかげやで。こんなな、青柳さんがプロの舞台で阪神のなエースとして活躍してんのは、兄貴のおかげやで。これで阪神、開幕からの敵地連敗を12でストップ。ようやくベジタ初勝利や、初勝利や、やっとやっと勝てた敵地で。阪神これで4勝19敗1引き分け、勝率1割7分4厘や。今シーズン最高の勝率やで、1割7分4厘ってすごいな阪神。明日勝ったら2割超えるね、勝率。すごないこれ。もう、阪神すごいしな、勝ったから、負けるまでな、おい、ヒゲ生やしとこう思ったんやけど、勝ったからこれ剃るわ。あ、気持ちええわ、ヒゲ剃り。一番人生で気持ちええヒゲ剃りしてるわ、今。ああ、綺麗さっぱりやで。ああ。まあ今日はな、なんといっても6回裏や。6回裏が、今試合のターニングポイントや。あ、もちろんな、初回にな、大山班がな、先生をツーランホームラン、放ってくれてたもん、でかかったんやけどな。うん。まあ、でも今までの阪神やったら、やっぱり先制してもな、その後逆転されるっていう試合がもう10回あったわけやから、うん。そこを考えたら6回ぐらいやな、ターニングポイント。いきなりな、先頭の青木さんにな、スルーヒット許して、ノーアウト2塁。ほんでその後、3番山田哲人、最初に外角スライダー意識させといて、1球インコースにスライダー投げて、びっくりさせた後に、アウトコースにツーシーム投げて空振り三振。お、最高やなおい。お、これ誰がやった、上野班か、このリード。あー、最高のな攻め方や。あそこ大きいな、いいな、この三振は大きかったで。で、さらにな、続く弱村上さんも裏をかくような高めのストレートで空振り三振。おい、山田村上連続三振は神やろ。おい、お、神や、神や。おい、こんなんできるやつ神やで。山田村上ピンチで連続三振は神やろ。すごいな村上もな、これな、内と外使い分けてやな、最後裏をかいたな、あれ高めのストレート。まさかな、あそこにストレート投げるとは思わんかったわ。これはもう最高や。続く宮本選手をな、打ち取って、いや、青柳はな、このピンチ、言ってもやらなかった。これやな。次の回に阪神がな、あと、照明のタイムリー。そして、ロハス・ジュニアが、ダメ押しのレフトポール直撃スリーラン。おー、ロハスや、おー、ロハス、ロハスやったで。今年はええとこで打つな、ほんまに。なあ、打率こそ低いけどやな。なんか、記憶に残るようなところで打ってくれてるよな。最初のな、一本目のホームランも松田で、先制ホームラン。二本目のホームランは、あの巨人戦やな。バックスクリーンにな、叩き込む。貴重なホームランや、でも。これ三本目これか。打てよ、豪快に、勝利の一撃を、とはな、もう、このことやで、まさに。応援歌通りのバッティングや。応援歌通りのバッティングは最高やろ。ああ、最高やな、応援歌通りやで。ああ、ついや、阪神ファンも声出してしまうと。ああ、あれは出してまうやろ。ああ、しゃあない、しゃあないな。多少はしゃあないやん。なあ、リアクションはええやん。そこにな、カメラ向けてるヤクルトファンが気持ち悪いで。ああ、素直にな、認めんか。なあ。てか、そんなレフトスタンドにな、カメラ構えてる暇あったらな。阪神のレフトスタンドみたいにな、ライトスタンド埋めとけ。なあ。わあ、いとったぞ、席、ライトスタンド。レフトの方が今日埋まってたんちゃうんか、阪神側の方が。観客増やせっちゅう話や。増やしてから、ようやく、態度やから。
さらにその6点取った後、守備でもファインプレーヤー、大山選手のキャッチ、佐藤輝明の軽快プレー、そして中野反応、守備軽快、こうも変わるか、流れって怖いな、野球の流れって。もう阪神の守備がほんまにって思うような守備やったわ。まあこれもほんまに7回のな、まあ、4点が大きいんや。あれがなかったらあんなプレー連続で生まれてへんで。まあ大山半王な、今日、今シーズン初のフォア賞や。まあそうやな、ちょっとな、近本半がな、気になるな。打率2割4分の7厘で今日もノーヒットやろ。ちょっとな、気にしてるで。まあやっぱりな、1、2番がな、両方不調やと苦しいで、ほんまに。今日も言うてな、この7回までな、チャンスといいチャンスはなかったからな。やっぱり1番か2番、どっちかは最低でもな、調子な、保っとかないと。ちょっと厳しいで。連勝っていうのかな、難しくなるからな、それ。さあ、このな、このいい流れに乗って、明日も連勝と、行きたいところや。先発、ウィルカーソン班や。お、これはいけるやろ。先発、ヤクルト、石川班や。今年42のな、おっさんに負けてられへんで。ウィルカーソン班。この前のな、巨人戦の時のピッチング思い出して。頑張ってや、ほんまに。まあ、今日は阪神勝ったけどもや。明日負けたら、ダメやで、な。今のチーム、状況を考えてもな、もう連勝必須やからだ。もう1勝1敗とかじゃダメやからだ。もう最低でもまあ2勝1敗を繰り返してくるぐらいじゃないと、この借金15か、今、返済できへんで。カード勝ち越していかな、やっぱ。このためにはな、やっぱ、一球一球、魂こもったプレイする。守るとこ守る。取れるアウトな。無理せずしっかり取る。積極的にファーストストライクから、振る。これや、今ワイが言ったこと、これをすべて実行して、やれば必ず勝てるから、戦力はあるんだから、明日は阪神、よろしゅー。